スターター、外からいるか大場健、そしてアジア特別枠滋賀からやってきましたフィリピン代表キーパーラメラ、滋賀のキャプテンが川崎に見参、柏倉哲平、ガーディアンも川崎、サンダースの壁鎌田優也、篠山のスコアレンが準備中の川崎、杉浦が準備をしている横浜、キング界のプルアップ3、決めましたね。前節の名古屋戦はご家族の体調不良で欠場いたしました。キング界の3、2本目、立ち上がりからいいシュートタッチを見せます。ここまで3、2分の2、当然マスコが素早く寄せます。コッツァーとアレン、コッツァーうまい、こちらもやり返しました。スピンムーブ、まあ、須藤に大場、さらには欠場中の松崎と、彼のスリーポイントも多く見られそう。マシューライト合わせてジョンソン、長谷川からロスコアレン、篠山打たずに井田ロングスリー、2本目きた。さあ今度はラベラに預けます。ラベラには飯田亮、ファイトオーバーついていきます。ラベラ、ここも飯田を押し込みながらリバースレイアップ、今のもコッタです。コバリが入れてマスコが行く、マスコタッチショット、おーよく決めました、ね、今のはバックボードから角度、コバリがスッと入っていきます。アリゼ・ジョンソン、さあジョンソンとクラーク、ジョンソン持っていく、ここはジョンソンに軍配、コーナーオープン、長谷川の3、リバウンド掴んでクラーク、走っているキーパーラベナ、ラベナだ、これはイージーバスケット、このファストブレイクですね、前半からうまく出せてますね横浜、はい、マスクはね、マッシュライトへ、ライト、ライトのジョッパー、第4クォーター最初の得点は川崎。さあポゼッションはビーコル、イングリスとロスコアレン、再びマッチアップ、イングリス、おお、ここも決める、川崎としてはこのイングリス選手のところちょっと止めていきたいですね、連続してね攻めてきてますよ。今日も2桁11得点アルテ・ジョンソン、キングカイが持っていく、シッチに対応してきましたけども、すぐさま行きます、キングカイ、イングリス、イングリス決める、素晴らしいですね、はい、2投目は落としました。7点差、3ポゼッション差、残り40秒切ってアリテ・ジョンソン、持っていきます。さあここでトゥオビヘッドコーチタイムアウト、8得点まで伸ばしました。3が落ちてリバウンド、キングカイ、試合終了。1ヶ月前プレシーズンゲームの雪辱、前回は100点ゲームを許した横浜ビーコルセアーズ。